今回2回目の命の限り、前回は女性キー、今回は男性キーで、コロナ禍になって3年目、私たちのカラオケライフもコロナで足止めだったし、歌い手の皆さんもなかなか思うように歌が歌えない日々でありましたけれども、愛するこの歌、命の限り歌って、この曲でみんなでメッセージを届けていきたいと思います。それでは聴いてください、命の限り。一筋の遠い道を、時に迷い時にくじけ、ただこの道を、もう一度人生を選べるとしたなら、私はどうするだろう、ふと立ち止まり、空に満天の星、ふるさとの母も遠く、時の速さ時の無のさ、ただ思い知る、いつかまたあの人に、また
バチャンネルをご覧の皆様、藤原ひろしです。またまた命の限り2回目ということで、大変ありがとうございます。この命の限りね、女性にも歌っていただきたいと思いますし、なんせこの曲はですね、もともと主人公私の人生観を窓の教の先生に書いていただいたんですけれど、人生は自分のね、人生を振り返ってみるとやっぱりこの曲とね、気持ちが重なるようなところたくさんあると思います。そんなご自身の、ね、気持ちを、ちょっとこう振り返っていただき、歌詞にこう、ね、自分の気持ちを乗せて歌っていただくといいかなと思っております。もう本当僕は、レコーディングの時に、涙が出ました。亡くなった母のことも思い出しました。さてそんな、ね、コロナがもう2年も続いていますので、なかなか皆さんとお会いできるチャンスも少なく、そして、楽しいことも少ないと思いますが、どうぞこの歌を歌ってもう一度頑張り、そして乗り越えてまいりましょう。チャンネル登録と、そしてまたグッドボタン、皆さんよろしくお願いいたします。引き続きご自愛ください。藤原ひろしでした。